はい、どうも、テラクラタリー、テラコスタでございます。今回もですね、日照募金3級、受け取り商品券と差し入れ補償金について語っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。受け取り商品券というものなんですけども、例えば、お米券やビール券、地域復興商品券、まあ、ハーゲンダッツとかね、ああいったものですよ。 ああいった、あ取り替えられますよっていう件に関して、発行元から見たら商品券。それをですね、商店街やコンビニ、スーパー、企業で使う場合、企業がそれを受け取れば受け取り商品券ということになります。で企業がその商品券を受け取って、受け取り商品券として受け取った場合には、どれをですね、発行元に持っていって現金化することができます。 で、また、その受け取り商品券というものは、使い回すことができます。有効期限内であれば。なので、その受け取り商品券を他の企業に持っていって商品と変えることもできますよ。これもですね、覚えておいてください。次差し入れ補償金ということなんですけども、まあ、あの、まずは学生の人であれば、敷金,金のことをイメージしてください。礼金は別ですね。 えー、まあ賃貸不動産を借りるとき、一人暮らしをするとき、ですね、えー、家賃以外にも、敷金と礼金というものを払うと思います。礼、まあ、金はオーナーさんに支払うものですね。敷金というものは、その家を出るときに、えー、壊れているものをそのお金で保証しますよっていうものが、敷金というものになります。もちろんビジネスでも、まあテナントを借りたときにですね、えー、敷金ですとか、 あとは、えー、まあ、業種にはよりますけども、えー、本店を開くんだったらば、えー、営業保証金を支払わなければいけないっていうね、ルールがあったりですとか、あとは土地を建てるときに、えー、土地の所有者に払うもの、えー、その土地にですね、自分の会社のビール、テナントを建てると、いった場合には、建物を建てるための建設協力金、 っていうものを支払います。こういったものが差し入れ保証金というものになります。でえー、とりあえず何かあったとき、トラブルがあったとき、えー、建てるのが大変だなって言ったときにですね、まあ、出てたときにこの、このお金使ってくださいねっていうふうに私のは指金ですよね。で、本店や支店を立てたときに何かトラブルがあったときはここからお金を出してくださいねっていう営業保証金。 ね、土地や建物にテナントを建てるんであれば、建設、協同金。こういったものですね、相手に差し入れるお金のことを差し入れ保証金というふうに言いますよ。ここまでは OK でしょうか。はい。で、受け取る商品券ですね。仕分けとしては、えー、自分、お客さんからあー、その商品券を受け取るわけですから、受け取る商品券が増えたんで、左側。で、言ったのは現金とか商品ですよね。 そして、えー、それを発行元に持っていって、現金化すれば現金が増えますよね。受け取り商品券が減りますよね。っていうような流れ。で受け取り商品券に何かを手に入れたんであれば、まあ、仕入れとか商品でもいいですよね。そういったところで仕分けをしていくっていうようなイメージです。ここまでのイメージ大丈夫でしょうか。次ですね、差し入れ商償品です。 ザっクリーバーもう差し入れ保証金っていうものが自分のところにあって、その代わりに現金っていうものを支払いますよ、と。うようなイメージです。次回はですね、受け取り次第、受け取り家賃、そして固定資産売却益について語っていこうと思いますので、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。コメントも通知もお待ちしております。ではまたお会いしましょう。またね。